おはようございます。本日ヤマト201日目です。今日は菊池渓谷というところね、菊池渓谷、はい、景色が綺麗らしい、綺麗みたいなね、ちょっと楽しみたいと思います。ちょっと楽しみでね、菊池渓谷を目指して頑張るぞー。いやー頑張るね、うん、これから菊池渓谷に入るけ、うん、でこれ黄色い線よね、自然歩道ね、黎明の滝、うん、もみじが花、そう、もみじが花、もうすげえいっぱい人が入っていく、集団がいるよね。環境閣下は何かな、あ、でも書いてある、書いてある、看板が、看板あるじゃん、菊池渓谷に書いてあるよ。これすごいな、みんなだって渓谷行ってるよ、ね、そうそうそう、見に行ってるよ。週か週とやっぱ違うんや、時期だね、今だとやっぱ夏なのかな、今は 秋なんじゃない、もう、あ、でも夏じゃない、まだまだ夏か、冬すごくないですか、やばっ、いい世界やん、映画の世界じゃない、なんかすごいな、あ、あった、あ、100円、いたー、これ自然歩道に行けます、自然歩道ここまで行けますけど、はい、高崎はもう全部通行止めになってますので、はい、今スタート時点で、この奥がもう目的地のね、うん、あの、まあ、うちの巻方面、うちの巻方面なんですけど、迂回するしかないっていう、まあ、まあ仕方ないね、とりあえず、うん、菊池渓谷楽しみましょう、でも楽しみましょう、いや、街なくて見た方がすごいな、透明度、あ、えげつなくない、うわ、すごね、すごい、ヤマメがいる、ヤマメが、あ、お前じゃん、いいね、うん、すごい、これうわやばくない、これやばいわ、きれい、これちょっとこれやっぱ本当思い出すわ、こんな感じ、このぐらい綺麗やったよ、すごかったね、でまたね、気持ちいい風が来ると、風が来ると涼しいな、いいね、いやでも綺麗、いいね、ずっと見てられるな、ね、これすごいな、またここの違う世界観がね、滝の音がちょっと聞こえながら、音でやっぱ癒されるね、江戸時代の毛瀬川藩、文政年代に職人、日本代表する樹木、1823年に植えられたものらしいです、お杉の木、もうすぐだから200円になるじゃん、43年の木、おお、すごい、あ、いい景色じゃん、やっぱ違うわ、さっきのと違う、やっぱり、うわいいね、この藍色、これが藍色か、めちゃくちゃ冷たい、いや遊びたい、ちょっと冷たい、うわいいな、気持ちいい、違った良さがあるよね、ね、うん、今日泊まりたいもん、ここに、ね、こうしてずっと終わりたいね、この音をずっと聞いていたいよね、聞いても眠りたい、やっと見えたぞ、あ、なんかドライブイン水源って書いてあるよ、もう深場、あ、本当だ、もう深場、そうだよ、あ、じゃあここの集落目指してたの、そうそうそう、そうそう、もうテント探すのはここら辺しかない、小さい集落、うん、すいません、ごめんください、ごめんください、あ、すいません、急に申し訳ないです、ごめんなさい、こんばんは、僕たちですね、あの九州を歩いて一周をする、企画をやっております、テントを張る場所を探しておりまして、はい、こっちの横ですよ、はい、はい、あ、こちら、こちらですか、あ、こちらよろしいですか、あ、本当ですか、ありがとうございます、わ、すごい、本日の山飯、こちらを貸していただいたお母さんとお父さんにいただいたものがありまして、はい、こちらの栗と、あ、これいただきましたよ、こちらキュウリです、カメラ回ってなかったんですけどね、これでも食べねえと、栗といえば皆さん栗ご飯ですよね、わー、来たー
入ってる。わー、いた。うわー、こんな感じ。渋皮を今取った状態がこちらです。時間かかったね。結構大変だった。もう明かりがいるぐらいなんですね。暗くなりました。この間このメスティンでご飯作ったら失敗したじゃん。ちょっと失敗したね。反省しました。僕調べました。あ、調べてきたの。うん、調べた。そういうのよ、やっぱ何でも調べなきゃ。まあ、これ初めは中火で火にかけて、で様子を見ながら15分くらい中火でバーッとね。ちょっと楽しみだな。こんな感じなんだ。15分間でいいね。うん、香ばしい感じしてるけど、ちょっと大丈夫かな。正直言うとね、俺が見た動画、うん、そのやってた人ちょっと焦がしとったんよ。俺が見た動画の人に、うん、それをメモったんだ。そう、まあでもまあまあまあ、そんなやつ信用すなマジ。完成でーす。山飯の完成でーす。本日の料理は、はい、秋満喫ツアー料理でございます。おぉ、栗ご飯と、きゅうりとお吸い物。お吸い物ね。かっこいい。かっこいいよ。大失敗だよ。難しい。米が難しいね。米ならんな、うん、だからもう次回からてっちゃん信じないわ、うん、マジで。なんかほんと絵に描いたようなモンゴルみたいじゃない。ね、あれ行くね。あれきついな。あのギザギザのやつ行くやん。